はい、こんにちは、スマイルマイルです。今日はですね、ギターのコードフォームについて少しお話をしたいと思います。ギターのコードフォーム、一つ例を出すと、今日はね、この G コードっていうのについてお伝えしましょうか。今皆さん G コードっていう、その G っていうコードを、もし押さえ方を知ってたら、ギターでこの抱えて押さえてみてくださいよ。どんな押さえ方になってます？どんな押さえ方っていうのは、何指でね、押さえてるか。まあ一番簡単なこの G の押さえ方でいいですよ。コード表に載って。何の指で押さえてるかっていうところが僕は知りたいんですけど、例えばね、今答えパッとこう見てみましょう。例えばこういう押さえ方をしてる人いるかなと。1弦の左から3番目、3フレット、小指で押さえて、ね、6弦を例えば薬指で押さえて、で、5弦を、中指で押さえて、っていうような、こういう押さえ方ね。要は人差し指と親指が押さえてない状態、こういうフォームで G コードを押さえている方と、そうではなくてこうやってね、小指が空いてる人、人差し指と中指と薬指で、1弦をね、薬指でこうやって押さえてる方、それでこの G コードを押さえてる方と、もしくはね、このまんまこれにしておきながら小指で1弦押さえてて薬指が空いてる人と、もしくはこの小指離してもう一回これにしていただいた時に、この状態でさらに人差し指を離して弾いてる人、要は2本で押さえてるってことですね。当然2本で押さえてるってことは、この5弦の音を出さないようにここでね、ミュートって言って音を消してるんですけど、まあこれはちょっと初心者の方だとやってない方が多いと思うんですけど、初心者じゃない方は例えばこうやってね、ちょっと1本省略したりして弾いてる方もいると思うんで、一応こういうフォームもお伝えして、今お伝えしますけど、こういう人もいるかもしれませんね、こうやって。で、この2本を別にこの2本でやらずに、この小指と薬指でこうやってやって、この2本が空いてる人もいますよね、こうやって逆に G コード。で、そうかと思うと、例えばね、中指と人差し指でこうやって押さえる人もいるかもしれない。そうかと思うと、親指がこっちね、上に出てきて2本で押さえてる人もいるかもしれない。それがこういうふうに指が変わるかもしれない。ということで、いろんなパターンの押さえ方が G だけでもあると思うんですよ。この中のね、どれにも当たらない押さえ方を今してる方がいたら、また僕の方にコメントください。そういう方いると思うんですけど、今みたいにね、たった一つ G コードといっても、このオープンの簡単な G コード、開放弦を使った G コード一つとっても、押さえ方がね、こうやっていろいろあると思うんですよ。こうやって押さえてみたりね、気持ち悪いですよね、こんなの。もどっから指出てるんだみたいな話になるんですけど、もうこうやってどんどん出てくるわけですよ、いろんな押さえ方が。で、初心者の方はこのコードのフォームについて、またやっぱりね、疑問に思われる方いると思うんですよ。教則本には小指を使ってこうやって押さえて、人差し指は押さえないと書いてあったのに、例えばですよ、例えばギターの先生に教えてもらったら、小指使わずにこっちで弾いてたとかね。どっちが正しいんだと思われた方いると思うんですよ。まあこれはね、もう例外なく私も思ったんですけど、ギターのね、この押さえるフォームっていうのは、結論から言うと何指で押さえてもいいんですよ。そう、何指で押さえてもいい、こうやってね、何指でこうやって押さえてもいいんですよ。何指で押さえてもいい、音がしっかり出ればいいですよ。もうそれで答えです。で、ただもっと言えば、いつも言うようにですね、こういう素朴な疑問で一つ問題を解決するときに、もっと言えば、まあ、もしくはということはみたいな形で、その次に必ずつなげていただきたいんですね。今回はこの素朴な疑問で出た答えに対して、じゃあなんでたくさんのこの押さえ方があるんですけど、一つだけ使えばいいんですかっていうふうに逆に疑問に思えばいいですよね。こんだけたくさん弾き方があるんですけど、自分が弾きやすい方法一つでいいですよって今答え言いましたよね。僕はこれで弾きたいとか、私はこれで弾きたいとかで、押さえるのが一つ決まれば、もう G コードは押さえれるわけじゃないですか。それで問題解決して終わるんですけど、もっと言えば、別にこの弾き方以外にね、私この弾き方も押さえるようになりたいって思ってほしいんですよ。そこには理由がありまして、一つのコードを一つの押さえ方で押さえれれば、とりあえず G コードは弾けて問題解決するんですけども、
もっとね言うと、初心者の方がもっとこうどんどん上手くなっていく段階で、その押さえ方のフォーム、このフォームの押さえ方がたくさんあればあるほど、その引き出しが多いほど上達していくんですよ。でそれはどういうことかっていうと、例えばこの押さえ方、もう一回戻っていただいて、これこの押さえ方、小指で一弦を押さえてる方いましたよね。この押さえ方で押さえてない方はぜひ一回この押さえ方してみてくださいよ。そうすると人差し指開きますよね。ということは、例えば人差し指がこの辺りのところをフレーズ的にね、押さえたり離したりして入れることができるっていう利点があるわけなんですよ。 OK ですか？こうやってやれば、例えばこうやって弾いてるときに人差し指で例えば1弦のこの1、2弦の1フレットをこうやって押さえるとサス4になって、こういう風に音を変えることができる。要は人差し指を付け足すとか離すだけでこうやって音が変わります。そうするとこの何ですか、こっちか、こっちで押さえてた人は今のができないわけですよ。例えばこれでね、押さえて小指が空いてる人は押さえて離そうと思っても一回この人差し指とかをこうやって離して、こうやって押さえるのをこうやって変えたりしないと無理ですね。ここ押さえるのは物理的に OK ですか？なのでこの押さえてるものに対応する弾けるフレーズっていうのが実はあるんですよ。でそういうのに直面した時に、あれこれ自分で覚えてたこのフォームだとこれ弾けなくないみたいな感じになるわけなんですよね。その時に気づきます。あーこっちのフォームでやってたらここ弾けたなーとかね。その時にね、まあ練習を始めてももう当然いいんですよ。その気づいた時にまた必要であれば練習すればいいんです。ですが、まあ、もしね上達をしていくのをね待ってられない、もうどんどん上達したいっていうモチベーションの高い方も見えると思うので、そういう方にはねぜひね最初に選べれるようにしとくといいんじゃないかなっていうお話なんですけど、これで人差し指が空いてるときはこっちでこうやって入れるフレーズが弾けるから、例えばそういうフレーズを弾きたいなっていうときは逆に選べばいいんですよね。こっちでも押さえれる、こっちでも押さえれる、こうでも押さえれるとかってたくさん押さえ方があれば、その弾く内容によって自分で押さえる押さえ方を選べばいいわけなので、それが選べれる人と、これしかできないとかこれしかできない、つまりそのフレーズが弾けないとか弾けてもちょっとテンポが遅れるとかなかなか弾けないっていうことがあると思うので、そういう方とどっちがいいかというと、何でも対応できるようにしといた方がいいと思うんですよ。そうですよね。なので G 一つとっても人差し指が空いてればこれが入れれますよね。こういうフレーズがこのままのフォームを動かすことなくこれを入れればいいだけなんで入れることができる。逆に今度こっち側だった場合は小指が空いてるので、例えばねこういうところの音をこうやって入れるとか、今度はこっち側が入れれたりしますよね。で仮にさっきのこういう弾き方の時に、まあ、この5弦の2フレットを押さえてるこの中指まで外しちゃって、小指とね薬指だけっていうこの6弦と1弦だけを押さえてる弾き方で G を弾いてる人だと、ここに2本余ってるんで当然こうやってねこういうフレーズが弾けるわけですよ。ここだけで G です。そういう時にここのねここの指がこういうところをこうやって入れれるわけなんで、物理的にこの押さえ方じゃないとこれは入れれないですよね。今みたいにはすんなりと入れれないはずなんですよ。こうやって押さえてて今この2箇所やろうとする、これ離さなきゃいけないんで一回こうやって G が G を崩すことになっちゃうんですよ。なのでその押さえている、自分が押さえて弾けるようになった G のこの押さえ方ができることっていうのはね結構限られちゃってるんですよね、最初から。逆に言うと、なので最初によしこれで G が弾けるようになったって言ったらそれで G が終わりではなくて、もしね余裕があったらでいいですよ。余裕があったら G はこれで弾けるようになったからちょっとこっちでも弾けるようにしてみようかなとか、今後のためにじゃあこっちでも弾けるようにしとこうかなみたいな形でね、ちょっと余裕がある方はね違う練習をする前に、例えば今みたいにフォームの押さえる指を変えてどの指でも押さえれるようにするっていうのが今後自分が弾きたくなったフレーズに対応できる準備になるので、こういうものをぜひ入れておいてもらえるといいんじゃないかと思います。例えばねさっき僕がやったようなこうやって1弦こうやって人差し指で押さえて6弦を親指でこうやって押さえて G を弾いてる場合だと、僕は当然ここ3本余ってますからこうやってミュートができるわけですよ。こうやってね右手でこうやって音を消さなくても
こっち側でこうやってパタパタすれば音を消すこともできますし、まあ、ここでねこういう風に叩いて音を出すこともできるなとか、まあ、もしくはこっち側でこういうフレーズが弾けるなとかっていう風に今度また弾ける幅が増えますよね。そうすると自分が、準備してきたものが未来の自分が弾きたいフレーズの、準備に必ず生かされるっていうことが分かると思うので、ぜひですね G 一つとっても弾ける弾き方、まずはね G が弾けないといけないからっていうことで一つ弾き方をね自分が抑えやすい弾き方で弾けばいいんですよ。で慣れてきたらちょっとこっちの G でも抑えれるようにしてやろうかなみたいな感じでちょっとチャレンジしてみてくださいよ。ね、そうすればいろんなフレーズができると思います。怖い。この空いてる指のところが弾けるフレーズになりますんでね、は全部話しちゃったらもちろん弾けますけど、当然初心者の方にはそれ難しいので、できるだけ伴奏してたコードとかを動かさずにね、残ってる指でこうやって付け足したりしてこう変化を与えるっていうところが一番最初のね練習していくとのきっかけになると思うんですよ。なのでそういう時に大事になってくるのがどの指で押さえているかということで、すでに最初から弾けるフレーズが限られている、制限がかけられているというところがですね、なかなか最初気づかないと思うので、だいぶ経ってから気づくと思うんですよ。なので先にお伝えしておくと、その押さえた指、そのフォームで弾けるものはこれだけですよっていうことが限られているので、仮にそのフォームではちょっと難しいフレーズですよっていうものがね出てくる時も当然あると。だから事前に、まあ、時間がある時とか余裕があればね、例えば D コードでもこうやって押さえるとかあるじゃないですか。これをね例えばこうやって押さえたり、いろいろあるわけですよ。こっちでこうやって押さえたり、こうやっていろんな押さえ方で一つのギターのねこのコードフォームの押さえ方をいろんな押さえ方で自分の中に引き出しを持っておくと、その次に、行くフレーズに対しての対応が、まあ、対応力っていうんですか、そういうものにつながっていくので、お役に立てましたでしょうか。今日は G コードを例に出して、たった一つコードの押さえ方といっても押さえる指によってコードのこのフォームが微妙にこう変わると、変わることによって実はその先で弾けるフレーズっていうのが余った指によって変わりますから、それをこう考えるとたくさんの弾き方、まあ、同じこのコードでもどの指でこれを押さえるかっていうのがですね何通りもあった方が、まあ、今後弾くときにはですねいいですよっていうお話です。一回癖がついちゃうとですね、もうこれしか弾けないってなったらそれでいいんですよ。それでいいんですけど、仮にね今度じゃあこっちで弾かないと弾けないっていうフレーズを弾こうとしたときに、この弾き方でねもう長年ね余裕で弾いてた G をねまたね最初からね全然弾けないっていう風になるのは結構ねこれ苦痛なんですよ。僕もやったんですけど、これね結構苦痛ですね。本当だったらこっちでやればすんなりできるってことはもう分かってるのに、あえてこっちの指にね押さえなきゃいけないっていうのは結構苦痛だと思うので、であればむしろねあのギターを慣れてしまう前に最初にそういうのを聴いておいて、最初からいろんなパターンで同時に練習していったらですね遠回りのように見えてきっと近道になると思うので、よかったらいろんなフォーム試してみてください。パフォーマンスにもいいですよ。え、こうやって押さえてたりしたら G とかでもなんか何そのコードみたいな感じになるじゃないですか。こうやってね押さえてたら G もね普通ですけど、例えばこうやって押さえるとかね、こうやって押さえていきなり弾き始めたりしたらなんだそれみたいな風になるじゃないですか。それもね例えばライブとかでやる時のそのパフォーマンスとしてはとても大事な部分だったりするので、そういうのも含めて音楽ですよ。楽しんでやっていただけたらいいと思います。こうやってね何でもいいですよ。こうでもいろんなね G があるんで練習していただいてるんじゃないかなと思います。はい、今日はですねそのコードフォームの押さえ方、どの指を使って押さえるっていうやつですね、たった一つ覚えればとりあえずはそのコードはクリアできるんです。でそれで OK であれば、まあほとんど皆さんそうだと思うんですけども、長年ねこうやって皆さんこうギターをやっていくときっと、次に弾きたい曲とかね、次に弾きたいフレーズ、次に弾きたいコード、どんどんね欲が出てくると思いますよ。それいい欲ですよ、知りたい欲は。でそれを練習しようと思った時には意外と癖がついちゃってね、おこれなかなか変えれないぞっていうことになるんで、できれば一番最初の段階でたくさんの押さえ方でこのフォームをねどの指で押さえるかっていうのもいろんな指でこうやって押さえれるようになっていくっていうことが面倒で、遠回りのように見えることが初心者のうちにやっておくと
後々どんな利点があるのかっていうのがね、今日ちらっと分かったと思いますので、ぜひ、参考になった方、まだ今から初めてね、間もない方、もしくはずっとギターをやってきて G コードを一つのフォームで弾き切っていた方、ぜひこれを参考に一回、押さえ方研究されてみてはいかがでしょうか。最後にですね、スマイルマイルのギターのチャンネル登録、ご視聴をよろしくお願いいたします。ありがとうございます。ご視聴ありがとうございました。スマイルマイルのチャンネル登録をよろしくお願いします。